一般的な便所犯直前の様子便所犯とは、便所の個室で食事をする行為を指す俗語。現代社会では、様々な事情により、便所の個室で食事をする人間が、一定数おり、その行為を指して、便所犯と呼称される。便所犯が行われる理由の一つとして、一人でする、姿を寂しいものと考え、そのような、寂しい姿を見られないよう、 便所の個室で人目を忍んで食事をするというものがあり、これについては社会問題であるとされることもある。その他の便所犯の理由としては、外食費を節約するため、本来の食事場所が満席のため、多忙な職場で同僚から隠れて食事をとるため、単にトイレの個室が快適なため、などといろいろある。 便所犯は人目を避けての食事を目的とすることが多いため、外部から見て、便所犯が行われていることが非常に認知されにくい。そのため、便所犯という言葉が報道された当初は、審議が疑わしい都市伝説のような扱いであったが、その後報道や調査が進み、現在では一般に広く知られるようになった。便所と食事を組み合わせた。 便所犯という言葉は字幕を集めやすく、ドラマや漫画の題材などにも時折使われるほか、日本では便所で食事をする者がいるとして、海外でも報道された。便所犯という実態がつかみにくい現象について、実際にどのくらいの割合の人が経験をしているのか、これまでに何度か社会調査が行われている。各調査によって数値は異なるが、2013年に、 実施された最大規模の調査では12%程度の人がトイレで食事をした経験があると回答している。年齢としては若年層の割合が比較的高く、また性別は女性の割合が比較的高かった。2013年の調査では12.08%が経験があると回答弁助反禁止の張り紙も話題を呼んだ。 ベン・ジョハンという言葉は2005年初めから2006年頃にインターネット上で広まり特に寂しい学生生活を表すスラングとして面白半分のニュアンスで語り継がれていったとされるその後次第にメディアで注目されるようになり特に2009年7月6日に朝日新聞が夕刊一面で社会現象として取り上げ続いて翌日の目覚ましテレビ 情報プレゼンター特だね。といった情報番組でも紹介された際には、ネット上でベン、弁ハンが検索キーワードとして、急上昇するなど、大きな反響があった。一方でベン、弁ハンの存在自体を疑問視し、一種のジョークや、存在の疑わしい都市伝説として見なされることも、少なくなかった。例えば前述の朝日新聞の報道では、 ベン・ジョハンに関連する事柄として、複数の大学のトイレで見つかった、ベン・ジョハン禁止の張り紙を紹介し、何者かのいたずらである、可能性を指摘しつつもこれを、若者の間で広まっている現象の一つとして、取り上げたが、これは、ベン・ジョハンが実在する根拠としては乏しいものであり、同志は、インターネット上にルフする実態のない悪ふざけに、踊らされたのではないかと見る向きもあった。 また、過去において、オンライン百0 0課時点のウィキペディア日本語版における、弁助版の項目には、弁助版を行う上での詳細な注意や、その他審議の疑わしい冗談半分の投稿が、相次ぎ、このことから繰り返し記事の削除が行われ、項目が、存在しない状態であったことも、報道上の話題となった。こうした、便所版の実在を疑問視する意見に対して、 指揮者によるコメントの紹介や、実在を確かめるための検証も試みられた。例えば JA、キャストニュースは、精神科医の町沢静夫による、実際に、弁助犯に関する相談を何度か受けているという、談話を紹介した。また、MSN3K ニュースでは、記者が取材を行った結果として、弁助犯を体験したことのあるという人物の談話や、 外国でも便所犯の痕跡を見たという目撃談などを紹介し実在を疑われるのは便所犯自体が他人に知られないための行為でありまた辛く苦しい体験であるために名乗り出る人が少ないからではないかという意見を取り上げたいずれも便所犯が一部の現象にとどまらず社会現象と呼べるほど広まっているかどうかについては定かではないという立場を取っていたが 朝日新聞は後に、法政大学の小木直樹教授が大学生400人を対象に行ったアンケート調査の結果に基づき 2. 3、2.3%の回答者が、弁助犯の経験があると答えていることを報じている。一連の報道について、過去に、朝日新聞や、徳田ね、などで、弁助犯という言葉を紹介してきた大阪大学、教授の辻大輔は、 自身のブログにて、メディアがこの現象を面白おかしく取り上げることへの懸念を述べている。その後、一過性の過熱した報道は収まったが、定期的にメディアに、弁助犯の語が現れ、西川文子といった著名人が弁助犯の経験をメディアで語り出したり、数千人を対象としたアンケート調査で、弁助犯経験者が10%を超えていることなどが報道されると、 便所藩が実際にあるということが次第に理解され、今ではあまり都市伝説的なイメージのない一般的な用語となった。現在では、小学館の発刊する大型国語辞典、大辞腺にも収録されている。なお、大辞腺では、便所藩について、便所の個室で弁当などを食べることを言う俗語としている。天秤トイレの個室というのは、プライベートの空間であり、 利用規約に行為に細かい規定が設けられていることは少なく通常は隠れてトイレの個室内で食事をしても外部からは通常の利用者と便所反射の判別がつかないため問題となることはない。しかし食べかすを残したり咀嚼音を漏らしたりしながら外からそれとわかる状態で個室の占有を続けた場合 他の利用者や管理人に迷惑をかけてしまうため、法律的な問題となりうる。弁護士ドットコムでは、弁護士の中川綾子が施設を管理する側の視点から、便所犯について解説している。中川は学校や会社に所属している人であれば、当然、建物内のトイレを使用することはでき、トイレの個室でご飯を食べること自体は違法行為ではなく、そのため。 便所犯自体を一律に禁止することは難しいと前置きした上で長時間個室を占拠して他人の要便を妨げたりまた食べかすやゴミを残して衛生的な問題を生じさせたりなどの他人に迷惑をかける行為にまで発展している場合には学校や会社が管理権限に基づいて便所犯を禁止することはできるとの見解を示した貼り紙などで 便乗犯の禁止を周知し、にもかかわらず、便乗犯が行われた場合は、退去を求めたり、それでも出ていかない場合は、刑法の不退居罪を適用することも、理論上は考えられるという。しかしながら、個室内の行為を強制的にやめさせるのは、現実的でないため、長時間の個室選挙をしない、ゴミの持ち帰りをするなど、利用者に、 モラルの徹底を呼びかけることが現実的な回ではないかとしている。ノロウイルス便所での食事は衛生面から見ると望ましいとは言えない。文部科学省の発行する学校給食調理従事者研修マニュアルによると、瓶には様々な病原微生物が存在し、排便時にはそれらが瓶と共に排泄されるので、トイレは食中毒を起こす病原体に汚染される。 危険性が高い場所です。排便時に、ノロウイルス等により、便器が汚染されたり、種子を介して、トイレのドアノブ等が汚染されたりする可能性が高くなりますとしており、食品を扱う者が特別に注意を要する場所として、便所2ページを割いて説明している。広大な多目的トイレ便所の個室には多目的トイレ、洋式便器の個室、和室便器の個室の三種類がある。 多目的トイレが最も食事がしやすいが、多目的トイレの個室は通常はあたりに一つしかないために、便所犯のために占有されると、本来想定される多目的トイレの利用者に苦労を強いることとなる。2021年に国土交通省では多目的トイレの利用者の分散を目的として建築物の設計指針を改定したが、 指針では多目的トイレの利用目的として、食事は想定されていない。便所の第一義は排泄であり、便所藩の流儀に触れた瞑想出版社の日本流行語百選では、他人への迷惑を避けるため、便所への長いはなるべく避けることとしている。在、くついつい便所の個室は食事のために設計されているわけではないため、食事姿勢には、創意工夫が必要となる。 人により、食事姿勢は様々だが、ここでは、代表的なものを三つ挙げる。便所犯が行われる理由の一つとして、孤独でいることに対する視線を避けるため個室を利用するというものがあり、これを解決すべき、社会問題とする向きもある。企業や学校などの集団生活の中では、友人の数でその人物の魅力を測るような価値観が、一般に存在し、 友人がいないと見られるものはそれだけで、否定的な評価を受けることが少なくない。昼食時など自由行動の場では、友人同士で固まることが多く、各自の友人の数が、如実に可視化されることになる。そのため、友人がなく、周囲から友人がいない人と認識されることを、避けようとして、人目を避けて、便所の個室で隠れて食事が取られることがある。 大阪大学の社会学准教授の辻大輔は、朝日新聞にて、便所犯について、限られた、関係の中で友達を作らねばならず、それに失敗したものは、孤独だけでなく、友達のいない、変な人という楽園の視線にも、耐え続けなければならない。二重の意味で阻害されるのである。その視線から逃れる場所は、それこそ、 トイレの個室くらいしか残されていないと分析している。辻は、便所犯の解消策として、学級制の見直しを含めて、子供たち若者たちが、同輩集団以外の多様な関係を取り結べる、環境を整えていくことではないかとして、多層的な人間関係を補うことで、便所犯を解消できるのではないかと考察している。一方、 群馬大学の社会学者の二宮祐准教授は、論文、弁助犯に関する一考察、大学における、心理主義の中で、弁助犯という事象は、弁助犯当事者とそれ以外の者たちとの相互作用の中で生じたにもかかわらず、心理学あるいは心理学風の知識を用いて、弁助犯という事象を、弁助犯当事者サイドの心の問題のみに帰結させる、ことを、 批判的に論じた。二宮は、弁助犯が当事者と心理専門職官の個人レベルでしか解決できないという理解には認識論的語尾があるとした上で、社会的に構成されている問題を個人が解決するべき問題とすることが誤りであることを学生に伝達する必要があると主張した。さらに、そもそも弁助犯が必ずしも 社会的介入を必要とする問題なのかという疑問を投げかけている。二宮によれば、便所犯は大学生活において周囲との圧力を一時的に回避する適切な選択たり得るなどとして便所犯を一面的に問題と捉えることに疑問を表明している。大学では対人コミュニケーションなどの観点から学生の便所犯を問題とする動きがある。 弁助犯という言葉が報道され始めた当初は事象に対する認知度も低く2009年の朝日新聞の取材に対し東京大学の広報グループでは気づいていないと言えなくもないですが聞いたことがありませんねとし名城大学の総合政策部では把握できていませんので指導もしていませんと答えたしかし弁助犯の知名度が上がるにつれてその存在を受け止め 対応を検討する大学が出始めた。以下は、その一例。高橋大輔2008年頃に、便所犯が、盛んに報じられた後、著名人でも便所犯の経験を明かすものが出てきた。2013年の TBS 系、t v 番組サンデージャポンでは、複数の著名人が便所犯の経験を明らかにした。月のビト v チューバーにも便所犯の経験を告白する。 ものが少なくない。ベンジョハンを扱ったフィクション作品は多数あるが、ここでは知名度が比較的大きい作品。ベンジョハンがプロットとして重要な役割を果たす作品をいくつか紹介する。現実世界ではベンジョハンの理由は様々であるが、フィクションにおいてはいじめや孤独などネガティブな環境を誇張するために描かれることが多い。広瀬すず 怪盗山猫で、便所犯を演じた日本国外では時折、便所犯というインパクトのある現象と関連づけて、日本文化を語る報道が見られるが、それらの報道に対する反応は、半信半疑であるものが少なくない。2011年に、ニューヨークに拠点を置く、高級日刊誌ニューヨークタイムズは、 トイレワーシップと題した記事の中で、日本人のトイレに対する執着とオシュレットなどの数々のハイテク機器を紹介し、便所犯は都市伝説かもしれないがハイテクではまだ便所犯の恐怖は克服できていないと結んだ。同2011年、日本に拠点を置く英語オンラインメディア、ジャパンタイムスは非 J キャストの便所犯に関するニュースを引用の形で報道すると、 57件のコメントが集まり、その大半は、ベン・ジョハンの存在を疑問視するものだった。2020年のイギリスの公共放送局 BBC の報道では、10年前には、多くの日本人が一人で食事をするところを、見られるのを避けるためトイレで食事をすることを選んだが、今日では、 人々のお一人り様文化に対する考え方が変わり、多くのお一人り様向けサービスが提供されるようになった、と紹介した。中国語では、弁助藩は、川谷諸藩と訳されて伝えられている。2012年に、香港の名総出版社より刊行された、理解不能日本流行語百選では、弁助藩が選出され、食事の同伴者が見つからないため、 人がいない場所で食事を取らざるを得ず、その最も極端な例が、トイレの個室と紹介した。なお、同書は、便所犯の存在の真偽はわからないとしている。2015年、台湾の大手中文ニュースメディアの中国時報では、2013年の日本の調査では12%が便所で食事をした。経験があると報じた上で、孤独な学生が、 トイレに居場所を求めることを防ぐために多くの大学が食堂におかずと様席を用意し始めたと伝えた。同2015年日本に拠点を置く中文メディア日本進化協法網が弁助犯について報じると日本のトイレの清潔さは世界が認めるがそれでもトイレで食事とは理解し難いといったコメントが寄せられた。キムパブ韓国ではあるいは 日本語を読み出として紹介される。韓国では、近年、急速な少子化などの社会動態の変化などに伴い、という言葉が2010年頃から流行し定着した。それに伴い、報道では、日本の一人犯や、便所犯が引き合いに出されることがある。2014年、韓国の大手紙の東亜日報は、便所で一人でご飯を食べる。 大学生として、韓国内での弁助班事情を報じた。弁助班アート SNS に写真とともに書き込む、学生が増えているという。それについて、西江大学校の社会学科のジョン・サンジン教授は、一人で、ご飯を食べる姿を、他の人と共有することで、私は一人ではないという慰めとしていると、分析している。2015年に、 東亜日報の当時の編集長、陳貴先は、朝日新聞の弁助班の報道を受けて、大学生、約400人に対して、弁助班経験の有無を聞いたところ、弁助班をしていると答えた学生はいなかったものの、弁助で食べるために、音が出ないようたくあん抜きのキムパブを用意しているという、伝聞話が、学生からあり、人前では、 公言できないとしても実際には韓国にも便乗犯をしている学生がいるのではないかと推定している。岐阜県や愛知県、三重県といった東海地方の一部地域では建物を新築や改築をした際トイレで食事をするという風習がある。一例として愛知県名古屋市にある名古屋文理大学では2015年の校舎の新築時に学長や 理事長も交えてトイレでお茶会が行われた。岐阜県下呂市の下呂駅前に2008年に新築された公衆トイレでは完成式の際に関係者にトイレでうどんが振る舞われた。便所で食事をする理由については、便所の木材に感謝するため、高齢になっても便所へ行けることを願うため、など諸説あるが、定説はなく、はっきりしていない。ありがとうございます。